内川は、栃木県八重田市の八方ヶ原を源流とし、道市及び、桜市を流れて、道市、木連川及び、桂木野の境界部で、荒川に合流する中川水系の河川である。内川は、栃木県八重田市の八方ヶ原に源を発し、中川、宮川、天沼川、金星川、柳、目川など、高原山登録の水を集めながら、八重田市を南東に流れ、 桜市、きつれ川及び、桂木野の境界部で、荒川に合流する。上流には、八方が、原、栃木県民の森、寺山ダム、塩田ダムがある。支流の一つ、金星川では、清流を利用したマスの養殖が行われている。八重た市川崎付近の四川宮川の下流一級岸の、断崖上の丘陵地には、中世城郭の川崎城があり、宮川は、 川崎城の天然の水堀として機能していた。近年見られた内川流域の増水として、昭和61年8月の台風10号による、降雨で内川橋観測所1カ所における、警戒水突破、また、平成10年8月末の豪雨、及び、平成14年7月の梅雨前線豪雨及び、台風6号による降雨で内川橋観測所及び、 京町橋観測所の2カ所における警戒水位突破が見られている。内川の荒川合流点での計画降水流量を毎時900立方メートルとした内川の河川整備はほぼ完成している。四川宮川及び中川についても昭和40年度から河川整備に着手されており、宮川上流には昭和59年度に寺山ダムが完成している。また、 桜市の内川と荒川の合流部には内川防災ステーションが設置され、通常は河川に関する学習の場、文化情報発信の場、住民のコミュニケーションの場として使用される一方、水害時には対策基地となり、資材の搬出入りや防災ヘリコプターの離着陸場として機能し、また緊急避難場所としての役割も果たすことになっている。内川の河川水は、 流域の水田などの灌溉用水として利用されており、その灌溉面積は740ヘクタールに及ぶ。最近10年間の内川橋観測所における内川の平均流量は毎秒2.72立方メートル、平均滑水流量は毎秒1.64立方メートルである。内川の水質は最近10年間の内川の環境基準点である。 旭橋における BOD70% 値が基準を上回る年があるものの、ほぼ毎年低下傾向にある。AB 県別マップル9、栃木県道路地図ハットジャロゴス、関東地方栃木県川崎城、ハット ABGDEF 一級河川栃木県、栃木県一級河川、中川水系荒川県域河川整備計画。ありがとうございます。